こんにちは、勝間勝代さんですか勝間とか言うらしいですね。まあ、実はね、10年ぐらい前だったかな。あのー、私がね、まだネットビジネス始めた頃に、あのー、地元にね、広島の同じ地元に、メールマガジンのおーまあライターでいらっしゃる方で、まさにね、勝間と私がね、イメージしていた女性がいるんですよ。ま、あすごく面白い方で、トークが冴えてる方でね。 で当時でメルマガの読者さん8,000人ぐらいいらっしゃってうわすげえなと思ったんですよねメルマガ読者8,000人あそういう人がいるんだみたいなで全国にファンの方がいらっしゃってたまにねあの全国ツアーではないんだけどもうーこっち来てあっち来てって言われたらそこに行ってそっからメルマガ書いてるみたいなねそれを見てねああいいなうらやましいなとまあいわゆるネットビジネスをやるとこういう風な旅をして喜ばれながらそこから情報発信できるんだなと 思ったわけなんですよ。まあ、それは数年後、47都道府県オフ会でね、実現するわけなんですけどね。確か、吉田さんも、なんか全国ツアーやるとか言って、言いましたよね。もう今やらないのかな。私はまたね、あの、全国ツアーやってみようかなとは思うんですけどね。まずは、近隣の県からなんですけども。だから、中四国ツアーぐらいは、また再開できるかなと思うんですよ。あ、ちなみにね、なんか、 そそろろろいいんな感染症対策終わるみたいですねもう結構飽き飽きしてるところもあってで感染者の発表とかあるじゃないですか今日は何人ですみたいなあれっていうのは自主的に検査を受けた人が届ける割合なんで今までもそうですけども強制的に受けさせることってなかったんですよねそれは当然ですよね <laughs> 自主的に検査を受けてその数字が浮かび上がったってことなんで もうほとんどの方がね、興味なくなっちゃったと。まあ、ある意味慣れちゃったっていうことなんですよね。うん、で、えー、最近はね、あの、4630万円の方が人気で、感染症とかもみんなね、どうでもいいみたいな。ただ、ちょっとこう、麻痺したところがあって、あの、山道を一人でね、ジョギングしてる人もマスクをしていたりとかね、通学の小学生もみんなでマスクをしていたりとか、ちょっとわけのわかんない状況になってうんですね。で、しまいには、 東京の方ではね、うん、これから新築の一戸建てとかビルを建てる際には、太陽光パネルをつけることみたいなのが義務化されるみたいなこともあって、ちょっと主権の乱用じゃないかなと思います。それからスラップ訴訟ってありましてね、権力者が情報統制をするために、権力のない人に対して訴訟を起こすみたいなね。なんかこれは大阪で、松井市長、松井知事、あの人が、維新の会が中心に、一般人がね、 ツイッターとかで自分に気に入らないことを言ったら訴訟を起こして潰すみたいなことしてるみたいですけどね恐ろしい世の中ですよね、まあ、大阪維新の会っていろいろ色々とお物議をかもすところがあるんですけども、まあ、はっきり言って大阪の人間を騙せてもね大阪以外には通用しないというね <laughs> ところがだんだん分かってきたかなというところがあると思いますまあ結構ねあのー、声の大きな人が結局が勝つのかなっていうことと あと、繰り返し言うことで、そんな気がしてきたりとか、それからまあ、その、言い分に慣れてくるってところが人はあるんでしょうね。勝間勝代さんは、テレビに出てるとき、やっぱりね、自分らしい色が出せなかったというふうな、ことだったんじゃないかなと思うんですよ。で、テレビにほとんど出ずに YouTube をやったら、俺は面白くって、毎日更新するようになっちゃったと。うん。ただまあ、勝間勝代さんの YouTube の更新なんですけども、私思うにね、 いまいち無理やりネタをひねり出してるなっていう時がたまにあって、いや別に無理に毎日更新しなくても、ネタがない時はもう言わない方がいいんじゃないかな、みたいな。その時にちょっとね、縁起がましく見えるところはあるんですよ。なんかね。まあそういう意味で言うと、私たちも同じ土俵で戦ってるじゃないですか。知名度の差こそあれ。基本的にやってることは一緒なんですよ。カメラの前で、自宅で喋るみたいなね。だからその回数が増えれば増えるほど、自分らしさに、 なんか修正されていくんでしょうけども、でも慣れてないうちって、型にはまっちゃうんですよね。それはもうしょうがないことなんですけども。だから最初は周波理の種なんで、どういうふうに喋ったらいいだろうかとかね。それからトークミスをしたりとか、それから噛んじゃったりしたら、また取り直すと思うんですよ。私とかもお構いなしにバンバン出しますんでね。で、こういった考えもあるんですよ。話の内容が面白ければ、もうケチをつけるところがないから、 言いいいいい間違いぐらいにしかか気がいかないとでも話の内容がねバラバラめちゃくちゃだったらあのまあ噛んじゃったりね言い直ししたりそういうところを編集で切らなかったりしてるところよりも話の内容の方があケチをつけるところが多いからそっちの方になんかねアンチコメントは向くみたいなことがありますけどねそれは最近ねアンチコメントないですね残念ながら。 うん、過去の動画からもアンンチコメント上がってこないですまああるとすれば「明日のジョー」の矢吹ジョーの年齢は何歳だみたいなことをねこう仮説してる私の動画があるんですけどもそこに「そうじゃないよ」みたいなことがあったりあと「明日のジョー」のラストシーンでリングのねコーナーで矢吹ジョーがうなだれてるシーンがねあれはリング上で死んだんじゃないかみたいなことがありますけどもあれについてはいや死んでないんだよっていう説をもう申し上げたらね でしかも、千葉哲也さんも、あの明日のジョーのその後みたいなことを書いてるわけなんですけども、それをテレビでね、いや、ジョーはこうなってるんですよって話してるんですけども、原作者が。いや、でも他の方は、いや、これは千葉哲也の説であって、朝森拓夫という本当の原作者はそうじゃないみたいなね。でも、元々の原作本には、ジョーはあそこでは死んでないみたいなことを書かれてるみたいですけどもね。いや、ということで、いろいろ思い出すものがありましたけども、まあ、なんせね、何でもかんでも、漫画さんでも、トークでも、 慣れていけばいいいいっててこととななのかなと思います慣れていけば上手になっていくということですよね。うん、それが、まあ、ベテランってことなんでしょ、まあ、だからね長年やってきて慣れてないってことはちょっとこう気持ちが入ってないというかね無理やりやってるというか、うん、いやいや勤めてる仕事は10年20年やってもなかなかプロの領域にはいけなくてただ経験値が上がるだけということ、まあ、経過時間が過ぎるだけ。 まあいろいろ申し上げましたけども今回は勝間勝代さんに敬意を表して勝の間の「まで」いきましょうか間 <laughs> こんな切り取り方でございます勝間の「まで」いってらっしゃい